Yosha!以上がドワフからの要求だ。なんとまあ、随分大きく出てきたものですね。しかし事を荒立てるわけにもいかん。ではジャスネ様は、ドワフの要求を受け入れると？全面的に飲むわけにはいかないが、ある程度の譲歩はやむを得まい。譲歩ですと？ 私は 断固反対します。なぜ我らが下手に出ねばならないのです。ましてやこのような無茶な条件など、我らはドワーフに行動採掘の資金も提供しているのですよ。泣き寝入りするべきではありません。そこまで主張するからにはそなたには別の考えがあるのかな。はい、私とノワール・シュベールに出撃をお命じください。 何？出撃だと？戦争を仕掛けるというのか？そうではありません。
奴らにこちらの武力を見せつけ、交渉を優位に進めるのです。さて、それはいかがなものかと。かえって他の妖精族の反発を招くのでは。ましてや緊張状態の今、あまりに時期が悪すぎます。わしも同じ意見だ。騎士団を動かしては侵略と取られかねん。はい。一時はそれでうまくいったとしても、長い目で見れば悪い面が多くなります。ここは穏便にことを運ぶべきかと。ダイナス、そなたはどう考える？私はやはり下手に威圧するのは賛成できませんな。そのような弱腰でどうするのです？我らが甘い顔をしようものなら、ドワーフどもはもっと突き上がります。いや、ドワーフだけではない、エルフやゴブリンまでが同じように要求してくる。間違いない。ラジアータ王国の威信は地に落ちますぞ。そなたの言い分はもっともだが、しかし。わかりました。あくまで牽制を目的として騎士団を派遣しましょう。おお、そう来なくても。ラークス卿、それは。ご心配は無用です。あくまで牽制のための派遣です。いやだがそれでは。ダイナス、騎士団の編成をお願いします。ほう。クロス、会議はどうなった？いや、君か。騎士団団長としてお互いこれから忙しくなりそうだぞ。どういう意味だ？ラジアータの軍事力を見せつけるため騎士団の派遣が決まったのだ。なんだって目に浮かぶようではないか。ドワーフどもめ、たちまち震え上がり、奴らの方から我らに講和を求めてくるぞ。馬鹿げている。リドリー、なぜ交渉に武力を持ち出す？それではドワーフだけではなく妖精全体が人間を信用しなくなるぞ。言葉を慎みたまえ。これは騎士団総参謀長のご指示なんだ。クロス、よほど戦いが好きなのだな。騎士である以上、戦いは望むところではないか。君も団長になって責任の重圧に苦しんでいるのだろうが。触るな！しっけえな。くそ、なぜこのようなことに。また頭の中に誰かが。ウガール、タトゥース、ミコア、アメルド。あれは悠久の太古に失われた古代エルフ。玉継ぎは成功したということか。